エゾ、エぞ,ぞ、えみし、えびす、えぞは、大和朝廷から続く歴代の中央政権から見て、日本列島の東方、現在の関東地方と東北地方や、北方、現在の北海道地方などに住む人々の故障である。中央政権の地域が広がるにつれ、この言葉が指し示す人々及び地理的範囲は変化した。近世以降は、北海道、 カラフト、チシマ列島、カムチャツカ半島南部にまたがる地域の先住民族で、アイヌ語を母語とするアイヌを指す。大きく、エミシ、エビス、アイミツルシ、モウジン、エゾと、エゾ、エゾという二つの古称に対別される。エゾは古くは、アイミツルシと書き、ジンムト務党世キ、次にモウジンと表され、共に、エミシと呼んだ。後に、エビスとも呼ばれ、エミシからの天下と言われる。 エゾが使われ始めたのは十一世紀か十二世紀である。エミシ、盲人、エゾの語源については、以下に紹介する、様々な説が唱えられているものの、いずれも確たる証拠はないが、エミシ、アイミツル氏の初見は、神武統制期であり、神武天皇によって滅ぼされた、機内の先住勢力とされている。エゾ表記の書室は、日本初期の慶光天皇上である。そこでは、 竹内すくねが北陸及び東方諸国を視察して東の恵比寿の中に北上国あり、その国の人男女並みにし湯分け身を分けて人となり勇み壊し、ぜをすべて栄蔵という。また土地、養生を得て広し、打ち手取りつべしと述べており、五世紀頃とされる傾向期には栄蔵が現在の東北地方だけではなく、 関東地方を含む広く東方にいたこと、エゾは身を分けてつまり、山大国の人々と同じく、入れ墨、分身をしていたことが分かっている。国家で、エミシを一人百名、人人は家ども手向かいもせず、エミシは一人で百人と、人は言うが、我が軍には手向かいもしないと謳われたこと、蘇我エゾのように古代の日本人の名に使われたことから、 エミシには強くて勇敢という語感があったようである。そこから直接その意味で用いられた用例はないものの、本来の意味は田舎の辺境の勇者といったものではないかという推測がある。他方でアイヌ語に語源があると考えた近大地京介はアイヌ語の画後に人をチュエンチュ,ンチュ,ンチュというのが日本語でエミシになったか、あるいはアイヌ語の古い形が エミシであったた。と説いた文献的に最古の例は、盲人で5世紀の和王部の上標文に、東に盲人を制すること55国、西に周囲を複せしむこと66国とある。蝦夷の字を当てたのは、斎明天皇5年、659年の遣唐使派遣の頃ではないかと言われる。広大に人命に使う場合、ほとんど盲人の字を使った。蘇蝦図は、日本書紀では、 映像だが、上宮、聖徳法定説では、蘇我豊裏盲人と書かれている。盲人の毛が何を指しているかについても諸説あるが、一つは、体毛が多いことを言ったのだとして、後のアイヌとの関連性を見る説である。また、中国の地理書、三海行に出てくる家民国を意識して、中華の辺境を表すように字を選んだという説もあ人名に使った場合であっても、 最近今盲人が勤務表情で、今、エゾ、正確には、エビスの字に、虫片がつくと書かれた例がある。エゾのエビの字については、あごひげが長いのをエビに見立ててつけたのだする説がある。北定吉は、意味ではなく音、かいが、エゾの自称民族名だったのではないかと説いた。アイヌ人は、モンゴル人から、クイ、ロシア人からは、クリルと呼ばれた。 最明天皇五年の剣士の際に、聞き取った当人が、エゾの字を当て、それを日本が踏襲したという。近代地京介は、北の説を批判して、エビの古い日本語、エミが、エミ氏に通じるとして、付けとする説を唱えた。エビスの字を分解すると、弓人になり、これが、エゾの特徴なのだという説もある。諸説ある中で唯一定まっているのは、エビスが、 東の移民族を指す字で、中華思想を日本中心に当てはめたものだということである。エビス単独なら、古事記などにも普通にあるが、その場合、古訓んで、ひなと読む。多くの学者は、用字の変化を遺族への別紙の現れとし、ソマ盲人を、ソマエゾとしたのも、日本初期編者が彼を占めたものとする。だが、最近は盲人の例を引いて、これに反対する意見もある。 用事については、日本初期では、エゾのエビスの字に無編をつけた箇所も参見される。エゾの字の仕様とほぼ同じ頃から、北の異民族を表す、敵の字も使われた。家敵と書いて、エミシュと読んだらしい。盲人と結合して、盲敵と書かれた例もある。一字で、エビスと敵を使い分けることもよくあった。これは管轄する国、両政国による人工的区分で、 越後国、あとに、出ワ国諸葛の日本海側と北海道の恵美市を、家的、敵、道の区国諸葛の太平洋側の恵美市をエゾ、恵ビスとしたのである。古代の恵美市は、本州東部とそれ、伊北に居住し、政治的、文化的に、山と朝廷や、その支配下に入った地域への帰属や同化を拒否していた、集団を指した、統一した、政治勢力をなさず、 積極的に朝廷に接近する集団もあれば、敵対した集団もあったと考えられている。しかし、次第に影響力を増大させてゆく、大和朝廷により、征服、吸収されていった。エゾと呼ばれた集団の一部は、中世のエゾ、すなわちアイヌにつながり、一部は和人につながったと考えられている。エゾとエミシとは連続性を有すると考えられてきたが、昭和に入ってから、 東北地方に、弥生時代の稲作遺跡が発見されたことから、江氏と江戸を人種的にはともかく、民族的には区別する説が有力となった。江氏は、朝廷側からの多少であり、江戸側の民族集団としての自覚の有無に触れた、資料はない。江戸に統一アイデンティティはなかったと解するか、朝廷側との交渉の中で、民族意識が形成されたであろうと想定するかは、 研究者の間で意見が分かれている。エゾ、エミシについての形式上最も古い研究は、日本初期、人武統制期中に読まれている雷名歌の一つに、愛ビ氏として登場する。しかし、この決め歌が、どの程度史実を反映するものかどうかは判然とせず、また、ここで登場する、エミシが、後の、エゾを意味するかどうかも、判然としないため、 古い時代の絵図の民族的性格や居住範囲については諸説があり確かなことは分かっていない。おおむね関東地方から東北地方、北海道にかけて、広く日本列島の東方に住んでいたと考えられている。5世紀の中国の歴史書、僧女は国伝に478年、順定証明2年はオーブが、そう南朝に届けた上標文として以下の記述がある。 昔より、そいよいよ、そでいみ、自ら甲冑をたまき、貫き、参戦を抜消し、年書にいとまわらず。東は盲人を制すること、五十五国。西は周囲を服すること、六十六国。渡りて、海北を平らぐること、九十五国。これによりすでにこの時代には、映像の存在と、その支配が進んでいた様子を確認することができる。 これまでの発掘調査により、古墳時代前期における最古級の前方後円墳の北限は、現在の新潟県、越後平野中部、福島県、藍津盆地、宮城県、仙台平野であったと考えられている。同時代の終末期までに、北限は日本海側沿岸ではほとんど北進せず、むしろ中越地方に後退するが、日本海側内陸では山形県、 村山地方中部まで、太平洋側では、岩手県、北上盆地南部まで北進した。日本初期、西明天皇元年、六百五十五年七月十一日上には、南ンバーサ、ナンバ系の朝廷で、北へぞ十九人と、東へぞ十五人を共応したとある。そこでは、北と、東にそれぞれ、北越、東道の区と、中があり、北は、古市の方面。 東は、道の区の方面とほぐせる。このうち、越国は、道の区国の西に位置するが、古氏、高氏は、都から見て、北に位置するので、北蝦夷としている。これらの語は、当時の江夷が二大集団に分かれていたという意ではなく、応対する国、両政国の管轄によって朝廷が用いた分類で、あると考えられている。この区別は後に、 では国と道の区国の管轄になって、平安時代まで踏襲されたが、字は、北の異民族を指す、敵に代わり、家敵とも書かれるようになった。エゾの生活を同時大臣が、正面から語った説明としては、斎明天皇五年、六百五十九年の剣刀史と、党の構想の問答が、日本書紀にある。それによると、大和朝廷に、毎年入庁してくる二木絵美氏。 にきえみし。おとなしい映像が、もっとも近く、アラエみし、アラエみし。荒々しい映像がそれより遠く、再演方に、ツガルがあった。この死者の説明では、映像は穀物を食べず、家を建てず、木の下に住んでいた。しかしこのような生活は資料に見える、他の記述とも現在の考古学的知見とも矛盾し、映像を野蛮人と誇張するための創作と思われる。信憑性に欠ける。 この説明から確実にわかるのは、津軽、津軽が固有名を挙げられるほどの有力集団として存在したことである。飛鳥時代7世紀頃には、エゾは現在の宮城県中部から山形県以北の東北地方と北海道の大部分に及ぶ広範囲に住んでいた。斉明天皇4年658年には、安倍平夫が水軍180隻を率いて江戸を打っている。 大和政権が支配領域を北に拡大するにつれて、しばしば防衛のために戦い、反乱を起こし、また、和人の築いた策を超えて、襲撃を行った。最大の戦いは、伊沢とその周辺の江戸との戦いで、宝棄十一年、七百八十年に、多賀城を一時陥落させた、宝棄の乱の維持あざまろ、延暦八年、七百八十九年に、ぶせの戦いで、 遠征軍を壊滅させたアテルイ、アテルイラの名が、その指導者として伝わる。朝廷側は、大軍で繰り返し遠征し、聖意大将軍坂上田村麻呂が、伊沢城と芝城を築いて征服した。朝廷側の支配に服したエゾは、不襲と呼ばれた。エゾは刑事には、交易を行い、昆布、馬、毛皮、羽などの特産物を和人にもたらし、代わりに米、布、鉄を得た。 平安時代前期、旧世紀になると、機内朝廷は、エゾに対する直接の征服活動を諦め、機内朝廷の支配領域の拡大は、現在の岩手県と秋田県のそれぞれ、中部付近を北限として停止する。その後は、現地の朝廷官僚や大和化した不襲の長たちが、エゾの部族紛争に関与することなどにより、徐々に大和化が進行していったものと思われる。 前九年の役、後三年の役などが勃発し、平安後期の東北北部は、戦乱の時代であったが、当事者の内安倍氏や清原氏は、不死の長を自称し、エゾとの系府的関連性を主張しているが、他方、源氏などは、エゾとは、全く無関係のまま東北に乗り込んでおり、当時の民族状況の一端が伺える。平安末期になると、エゾとの血縁的、 系府的関係を主張する欧州藤原氏の支配が東北北帯までぶことになる。藤原氏三代は中村寺根寺起動でミイラになっている。当位の演習や不州の上等を自称する藤原氏のミイラの調査は注目された。調査の結果、このミイラには指紋には家紋が多く頭は丸顔で歯の噛み合わせも日本人的であり、藤原氏の骨格は 日本人の骨格であるとされた。また、ミイラには内臓や脳症は全くなく、腹部は湾曲状に切られ後頭部に穴が開いていた。ただ、裂け目にネズミの歯型がついており、長谷部賢人はミイラは自然発生したと主張し、藤原三代は日本であったとした。それに対し、古畑種本はミイラの人工化降雪を主張した。 木管三個とも後頭部と肛門に当たる板に穴が開けられていたが、切り口は綺麗でお物が流出した後はなく、また男性生殖器は切断されており、加工の後は歴然だとした。これは極めてアイヌ的な観光で、カラフトアイヌは偉大な酋長が死ぬと近親者は、遺体の脳症と内臓を除去し、何度か塩水をつけて、天日で乾かし、ミイラ、ウフインを作る。森家兵は、 和人との何代かにわたる婚姻で、骨格は日本人化していたが、精神や総裁の観光はアイヌ的なものが変わらず残っていたのでは、以下としている。欧州藤原氏が源の頼朝率いる関東地方の鎌倉政権によって滅ぼされると、幕府は東北地方各地に東国武士を派遣し、ここに江戸と全く無関係な鎌倉幕府。 関東政権による支配が初めて、東北北端まで及ぶことになる。愛前後して、エゾ、不襲などといった民族的諸概念は、文献から姿を消し、時効に述べる、エゾに置き換わる。エゾの性格については、後のアイヌとの関係を中心に、江戸時代から学説が分かれている。エゾをアイヌ人とする、エゾアイヌ説と、エゾを和人の一部とするエゾ平民説である。 現在では、考古学からする文化圏の検討と、北東北にアイヌ語で説明できる地名が集中しているから、少なくとも、アスカ時代、七世紀以降のエゾについて、アイヌとの連続性を認める説が有力である。中央政府側に通訳がついていたことから、エゾの言語が日本語と相当異なっていたことがわかり、前述の通り、アイヌ語系の地名が、 東北北部に数多く残っいることから、アイヌ語系統の言葉を話していたと推定される。古墳時代の寒冷化に伴い、北海道の道央や道南地方を中心に、栄えていた俗上門文,文化の担い手が、東北地方北部を南下して、仙台平野付けにまで達し、西南日本から北上してきた古墳文化の担い手と接触、交流していたことが、考古学的に明らかとなっている。 彼らが文献上の絵ゾそのものであり、その後、北海道の絵ゾは最終的にアイヌに継承され、東北地方の絵ゾと国内に遺廃された不襲は和人に合流したとされる。一方で、エミ氏は、ズーズー弁、現在の東北方言の思想を話し、アイヌとは異なった民族であるとする説もある。特に、東北方言と出雲方言の類似性から、 古代出雲系の民族のうち国譲り後も、大和王権に従わなかった勢力が、エミシとなったとする見方もある。出雲弁と、ツングース諸後の類似などから、エミシはもともと、日本にいなかった馬を引き連れて大陸から来た、北方新モンゴロイドの騎馬民族とする説もある。主事の伝説中に、エミシの属長クラスの名として、アテルイ、大竹丸などともに、赤と太郎、赤ず、 太郎の名が残る。民族学者、柳田邦夫はこの赤党について赤髪か、または赤い顔のことだろうとしていた。柳田は同時に、江見氏の伝説として、東北人は赤津太郎などと称して赤い大人がたくさんに来たと信じていたというものを挙げていた。この赤い大人というのも赤髪か赤い顔が考えられ、また大きな人であったということらしい。 さらに、エゾの子の、エビの漢字はエビ、または、ガマガエルのイダが、ここからエゾを、エビのような赤色をした遺族とする解釈もある。エビスは異民族を指す語。一方、エミシは、当時の東北人から、鬼と呼ばれていたらしい。例を挙げると、エミシの族長クラスの一人、大竹丸の生誕地が、鬼幾多の地名。その死骸を埋められた場所が、鬼死骸村。 エミシの子孫を自称していた、安倍一族と政府軍の戦闘場所が鬼節部という具合である。鬼は、例えば今に残る主点同時の絵を見れば、髪色は金色か赤色茶色で、体格も大きく、絵によっては目も明るい色になっている。そして肌色は赤である。エミシ伝説にまつわる赤と大人、大人、これらに共通した特徴を持っていることがわかる。 br, 鬼、鬼の招待説の節も参照。中世以後のエゾは、アイヌを指すとの意見が主流である。鎌倉時代後期、13世紀から14世紀頃には、現在アイヌと呼ばれる人々と同一と見られる、エゾが存在していたことが文献史上から確認される。アイヌの大部分が居住していた北海道は、エゾが、島、エゾ地などと呼ばれ、欧米でも、家その名で呼ばれた。 映像の語源については、アイヌ語で人を意味する、エンチュ、エンチュ、エンチュが、東北方言式の発音により、映像となったとする説がある。アイヌ文化は、前代の薩門文,文化を継承しつつ、オホーツク文化、担い手は、シベリア大陸系民族の一つであるニブフと言われると、融合し、本州の文化を摂取して生まれたと考えられている。その成立時期は、上記。 映像の初見と近い鎌倉時代後半、13世紀と見られており、また、殺門文化とアイヌ文化の生活体系の最も大きな違いは、本州や大陸など同外からの移入品、特に鉄製品量的増大にあり、アイヌ文化は公益に大きく依存していたことから、アイヌ文化を生んだ契機には人との交渉の増大があると考えられている。具体的には、 欧州藤原氏政権の聖水との関係が指摘されている。鎌倉時代後期14世紀には、私と日の本、空子に分かれ、私とは和人と言葉が通じ、本州との交易に従事したという文献、諏訪大明人へ言葉が残っている。また、鎌倉時代には、道の区国の豪族である安藤氏が、幕府の執権法上氏より、江戸官令、または、 江戸大官に任せられ、これら三種の江戸を統括していたとする記録もある。室町時代、十五世紀から十六世紀にかけて、和人とアイヌの構想の時代を生き抜き、和人勢力を急合して、お島半島南部の領主に成長していった柿崎氏は、豊臣秀吉、徳川栄康から、江戸地の支配権、公益権を公認され、名実ともに安藤氏から独立し、 江戸時代になると、柿崎氏は松前氏と改名して大名に列した。詳細は愛のを参照のこと。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。